はい、こんにちは。今日はですね、グッドノートの使い方を紹介していきます。グッドノートはですね、ノートアプリですね。結構使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ今日はですね、このグッドノートを使っておしゃれなレシピノートの作り方を紹介していきます。で、グッドノートですね、私本当によく使うんですよね。仕事の時もプライベートの時も本当に何でも使ってるんですけど、私が使ってるグッドノートは今グッドノート4を使ってます。今一番新しいのが5が出てるんですけど、4がちょっとお気に入りでまだ4を使ってます。で、今日はこのグッドノート4を使ってレシピノートを作っていくんですけど、まあ料理とかする人はかなり使える動画かなと思ってます。で、あとはいろんなね、使える小技をたくさん紹介してるんですけど、いろんなアプリを行き来して、このグッドノートのノートをおしゃれに仕上げていくっていうのをいっぱい紹介してるので、ぜひね、楽しんでもらえればいいかなと思います。はい、では始めていきたいと思うんですけど、今日はですね、ちょっとその前にこのグッドノートを私がどうやって使ってるかっていうのをですね、ちょっと紹介したいと思います。グッドノートですね、こうやって左の上のタブのところからカテゴリーを分けることができます。で、ここでですね、仕事用だったりとかプライベート用だったりとか、あとはこの YouTube を撮るにあたってこうメモを書いたりするので、それに、このカテゴリーを分けてですね、使っています。で、このカテゴリーの中にまたノートがこうたくさん入っている状態になっているんですけど、今日はですね、いくつかその中からピックアップしたいんですけど、例えばですね、こういうメニューのデザインデータがあったとして、それを PDF でここに読み込んで注釈を入れます。赤入れって呼ばれる作業ですね。例えばこうやって修正したいところを丸で囲んで大きくとか言って修正指示を出して、デザイナーさんにお願いしたりっていう作業をしてます。で、あとはですね、普通にメモをですね、雑記メモ、セミナーとか行った時にメモするために殴り書きに使ったりとか、あとはこういう絵コンテって呼ばれるやつも書きますね。動画を作るときにこういうの書くんですけど、書くシーンをこうコマで割り振ってそこに絵を描いてあげる。で、まあ、紙芝居みたいな感じに書くやつですね。ストーリーボードとかも呼ばれますね。あとはこういうメモをですね、超汚いんですけど後から思い出せるレベルで書いてます。で、それからですね、こういうファッションのコラージュをするのにも使ってますね。これ結構ね、女子な使い方なんですけど、私 D マガジンをね、購読して読んでるんですけど、そのファッション誌を見てていいなって思ったやつをこうスクショを撮るんですよ。で、スクショ撮ってトリミングして、このグッドノートの中に入れて保存しておく。そしたらその自分の好きな服だけのこのファッションノートみたいなのを作ることができます。なので朝とかね、服どれにしようかって迷ったらこのノートをザーって見て、あ、これいいな、これいいなっていう感じで服を選んだりしてます。で、あとはですね、デザイン書くときですね、本当に枠組みだけなんですけど、こういうレイアウトにしようって思いついたらグッドノートに書いて、後から違うアプリで作ったりとかしてますね。あとこういうね、プロクリエイトで書くまでもないラフスケッチとかはグッドノートの方が早いのでここで書いちゃったりしてます。本当にざっくりなんですけどね、なんとなくメモ書きで使ってます。なので私の使い方としては、この勉強でノートを取るっていうよりかは、どちらかというとこうアイデアを残しておくためのメモスケッチっていう感じでグッドノートは使ってます。はい、という感じでね、ざっくり紹介だったんですけど、今日やることはちょっといつもと違うことをやりたいなと思ったので、レシピのノートを作っていきます。で、始めるときなんですけど、左上の右のプラスボタンから、ノートを作成で始めていくんですけど、まずはこの、表紙ですね、フレームって呼ばれるところ、この表紙を自分の好きな表紙に選びます。でね、あんまりね、グッドノートの表紙、デフォルトの表紙、いい表紙がないんですけど、まあ、今日はね、まあ、適当にちょっと黒っぽいのを選んでみます。これで始めていきます。で、中面のレイアウトなんですけど、標準 A4 の中から3番目ぐらいに、太いやつ、形紙の太いって書いてあるやつを私はいつも使ってます。で、ここに名前書いて、ノート作っていきます。
で今日書くノートなんですけど、モヒートの作り方ですね、レシピノートを作っていきます。でこの前ね、キューバ旅行行った時にモヒートたくさん飲んでたんですけど、キューバがそのモヒートの発祥の地らしいんですよね。なのでいっぱい飲んでて、自分でも作ってみたいなと思ったので、今日はねそれをノートにしていきたいと思います。でまずはじめですね、線の太さなんですけど、ここでカスタムっていうところを押すと、この線の太さを自由に決めることができます。で私はですね、だいたいいつも 1.9 ぐらい の太さで書いてるので、それをですねデフォルトのところに設定して書いてます。で今回も 1.9 ぐらいの線の太さで書いていきます。で右側にですね写真を置こうと思ってるので、ざっくりこうやって四角で当たりを取ってから、左側に文字をどんどん書いていきます。でここでちょっと書き方のコツを紹介したいんですけど、小さい文字を書くときにこうやってズームしてドアップにしてから書いてもいいんですけど、もうちょっとスマートなやり方があって、この左上のこのズームツールかな、ズームツールみたいなのがあるんですけど、これを押すとこの全体像は上に残ったまま、下にこの四角で囲ったところがズームで表示されて、でそこに書くことができます。で例えばこうやって下に書いてあげると、上のところにも同じように反映されているって感じですね。でこれ何がいいかっていうと、常に全体像が見えてる状態で書いてるので、結構バランスが取りやすいんですよね。自分で指でこうピンチしてズームして書いてると、結構ねこうだんだん崩れてきたりするんですよ。文字の大きさがバラバラだったりとかするんですけど、これのやり方だとこのズームの、位置も一定なので本当に綺麗に書けます。なのでこれはかなりおすすめです。で、だいたい文字のとこ書けてきたんで、次投げ縄ツールを使って全体のバランスを整えていきます。上のタブのとこから投げ縄ツールを選択して、移動させたいところを囲ってあげる。で、移動さすとこうやって動きますね。で左上の四角と丸と三角のボタンなんですけど、これは直線ツールですね。こうやって例えば四角を適当に書いてあげても、あそこの四角と丸と三角のところがブルーになっている状態だと、直線がいけます。でこうやってサイズ変更とかも後からできます。で次ですね、画像を入れていきたいと思います。モヒートの画像ですね。で何を使うかっていうと、アンスプラッシュっていうアプリを使います。でアンスプラッシュ何かっていうと、すごいね、高解像度な画像が無料でダウンロードできる、しかも商用利用可能で使えるっていう、すごいね優れたアプリ、またサイトなんですけど、ここで画像を見つけていきます。で今モヒートって言って検索してるんですけど、結構いいの出てきますね。この中から何個か選びたいんですけど、保存するときは右下の矢印ボタン、ここですね、を押したら保存できます。でもしくはこの一覧の状態でやるときは、グッとドラッグして左の黒いボタンのところにドラッグ&ドロップしてあげると、写真フォルダの中に保存されてます。
で、こんな感じでですね、アンスプラッシュすごい使えるので、ぜひ活用してほしいんですけど、使い方、もっと詳しい使い方の紹介は別の動画で出しているので、よかったらですね、その動画のリンク概要欄の方に載っけておくので、よかったらそっちとね、合わせて見てもらえればいいかなと思います。で、さっき保存したやつをグッドノートに貼り付けていくので、この状態でスプリットビューで、写真アプリを右に開きます。で、写真ですね、これを今回入れていきます。選択して、左のグッドノートにドラッグ&ドロップで入れてあげるって感じです。で、この読み込んだ画像をもう少しトリミングしたいので、その時は画像を長押しします。そしたら編集っていうボタンがあるので、ここを選択して、そうするとこうやってバウンディングボックスが出てくるので、ここで大きさ変えたり、あと回転とかもできますね。で、こうやって位置決めてあげて、もう一回選択すると、切り取るっていうボタンがあるんですよ。で、そして切り取るのところから、こうやってトリミングすることができます。はい、で、こんな感じでだいたい出来上がってきましたね。で、次なんですけど、タイトルをちょっと変えたいと思います。今のままでもいいんですけど、ちょっと寂しいというか、タイトルとしては寂しいので、もう少しね、キャッチーなタイトルに作り変えていきます。で、これも違うアプリで作っていくんですけど、この時使うのが、いつも私がよく使っているプロクリエイト。これを使ってタイトルを書いていきます。で、プラスボタンから、キャンバスまず出してもらって、左上のギアマークのところからですね、描画ガイドっていうのがあるんですよ。この描画ガイドで、まずね、このキャンバス自体に、グリッドを表示させてあげます。で、この状態で、上に文字を書いていきます。で、こうやって描画ガイドでグリッド表示させてあげると、このベースラインっていうのを意識しながら書くことができるんですね。文字書いてたら、だんだんこう、お尻のところが上に上がってきたとか、下がってきたとかってあると思うんですけど、まあ、このベースラインを揃えておいてあげると、かなり綺麗に書けるし、まあ、早く書けるので、これはおすすめです。で、ここで、自分がいつも使ってるブラシを使ってタイトルを書いていきます。ちょっと太めのね、ブラシで書いた方が、グッドノートに持っていった時に結構、映えるというか、いいと思います。で、ざっくり文字書けたら、この投げ縄ツールと矢印ツールを使って位置を整えてあげます。下半分だけ動かしたいときは投げ縄ツールで囲ってあげて、矢印ツールに持ち替えて、こうやって移動することもできます。で、ここまでできたら、キャンバスをトリミングします。ギアマークのところからクリップしてサイズ変更っていうのがあります。で、ここで、画面が文字でいっぱいいっぱいになるように、このキャンバスをトリミングしてあげる。で、完了ボタン。で、これをコピーします。で、コピーするときなんですけど、3本指で上からシュッとしてください。そしたらね、コピーっていう項目出てくるので、これでコピーします。で、グッドノートに戻って、画面のどこでもいいので、長押し。するとペーストっていうのが出てくるので、ここでペーストしてあげると、さっき書いたやつがここにも、ペーストすることができます。で、このコピペしたデータっていうのは今ピング形式でコピペされてるので、背景が透明の状態でコピペされてます。で、これ結構使える技なので、ぜひ使ってほしいんですけど、イラストとか描く人もプロクリエイトで絵を描いて、それをコピペしてグッドノートに貼り付けてあげたら、ちょっと可愛らしいノートとか作れるので、ぜひね、試してみてください。で、結構完成形に近づいているので、最後装飾をしていきたいと思うんですけど、マーカーを使って色をつけていきます。で、マーカーなんですけど、文字の上からマーカーで色を塗っても、その文字の裏側に色を塗ることができるんですよね。なので、この黒い文字自体には影響せずに色を塗れるので、このマーカーを使って色を塗っていきます。で、あとはですね、細かい絵とかをちっちゃい絵とか描いていくので、ここから少し早回しで流していきます。
はい、でこんな感じでだいぶ完成に近づいてきたので、最後ねちょっと余白のところを埋めていきたいと思います。描いた葉っぱをコピペしていくんですけど、この描いた葉っぱのところを選択して長押しでコピーで貼り付けたいところに手を持っていて長押しでペーストをすると、こうやっていっぱいコピペすることができます。で最後ですね、全体のバランスちょっと下に持っていきたいので、全部選択、全選択してちょっと下にこう位置調節してバランスを整えてあげます。こんな感じかな。はい、でこんな感じで完成になります。でですね、今回A4 で作ったんですけど、まあ A4 縦長なので、皆さん書くときはこう iPad をね縦にして書いた方がいいと思います。私今回撮影用に横に書いちゃったんですけど、皆さん書くときはこう iPad 縦にして書いてみてください。で最後書き出しですね、書き出すときは右上の書き出し項目のところからこういう画面が出てくるので書き出す。で今回はちょっと AirDrop で iPhone に送りたいと思います。外部アプリっていうところを選択して、そしたら AirDrop を送れる項目が出てきます。でこっからですね、プリントしたりとか他のアプリとかにも送ることができるんですけど、今日はちょっとね AirDrop で iPhone の方に送ってみます。で送って iPhone ちょっと出しますね。で今回 iPhone のアクロバットでこの書いたやつをですね開いていこうと思うんですけど、開くとこんな感じです。でアクロバットですね、テキスト変換、文字変換の機能とかもねあるので結構便利ですよ。で私はですねこうやってアクロバットで PDF を管理したりしてるんですけど、まあ今回はねこうやってアプリを通じて、連結できるよっていうお話ですね。でこんな感じで最終完成になります。で今日はですね、グッドノートでノートを書いてきたんですけど、また他のノートアプリとかでもね使える技とかどんどん紹介していきたいと思ってます。でもしねこの動画が良かったらですね、ぜひいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。